皆様こんにちは。現在秩父鉄道三井峰口の方に来ています。これから秩父鉄道線の方に乗車して長瀞駅まで移動していきたいと思います。それでは本日の鉄道旅もよろしくお願いします。向かい側には秩父御嶽山が広がっています。三井峰口駅です。本日は秩父鉄道の SL パリオエクスプレス号に乗車していきたいと思います。こちらが今回乗車する SL 指定券になります。三峰口から長瀞までです。740円から購入できます。この秩父鉄道 SL パリオエクスプレス号の指定席券はお手持ちの携帯やパソコンからネット予約が可能です。この購入した切符は SL を乗車する駅から券を受け取ることができます。 SL を乗る以外の駅での発行ができないので、そこを注意してください。ということで改札口付近にやってきました。改札周辺には SL パリオエクスプレス運行中という広告の旗があります。今回乗車する SL は2時3分発です。改札入場開始は SL 発車の20分前です。早速改札を入場し、三峰口の一番ホームにやってきました。早速 SL の転車台が始まっていました。では SL の転車台風景をご覧ください。ということで SL パレオエクスプレス号が発着する三峰口駅3番ホームの方に移動していきましょう。ホーム付近にやってくると12系客車がすでに停車していました。ではまずは12系客車の外装を見ていきたいと思います。こちらの12系客車は日本国有鉄道現在の JR で使用されていた車両を秩父鉄道が改造しました。先ほど言い忘れてしまいましたが、改札を入る際にこのように SL パリオエクスプレス号の乗車証明書がもらえることができます。またお一人様一人ずつに SL パリオエクスプレス号の旗が配られます。では引き続き12系客車の外装を見ていきたいと思います。車体の色は赤色で帯は黄色となっています。車両上部にはパッセンジャーカーと書いてあります。こちらは指定席の表示、LED 表示ではないというところがレトロでいいですよね。車体には12系と書かれています。秩父鉄道で12系が見られるというのはとても嬉しいことです。続いて12系客車を牽引している C58 型機関車の方を見ていきたいと思います。 SL の前面です。 C58 型363号機と書かれています。ちなみに東武鉄道の SL は C11 型です。本日2月20日は秩父鉄道 SL パレオエクスプレスと秩父観光農林業協会とのコラボということで、このように前面には SL 秩父ストロベリーエクスプレスという看板が設置されてあります。こちらは蒸気機関車の台車部分です。普段見る鉄道の車輪と比較するとかなり大きいので、とても迫力があります。運転士さんにね、少し運転室取ってもいいですかって言ったら、あ、いいですよって言ってくれたので、ね、少し映させてもらいました。車内はとても複雑な感じとなっています。蒸気機関車の上を覗いてみると石炭がたくさん入っています。このような絵はトーマスでしか見たことありませんでした。では3号車から乗車していきたいと思います。座席はこんな感じです。オール4人用ボックスシートと座席の色は赤色とレトロでおしゃれな感じとなっています。窓側には大きめのテーブルも配置されているので、飲み物やお弁当も楽々置くことが可能です。また窓側の上には大きめの荷物掛けも備えてありますので、荷物もたくさん掛けることができます。また上には荷物棚もあります。デッキの方にやってきました。
この12系客車では今では珍しい折りたたみ式のドアを採用しています。私秩父までの何とか林屋久井江です。ということで、長い長い大きい汽笛を鳴らして秩父鉄道の三峰口駅を発車していきます。たくさんの秩父鉄道の社員さん、駅員さんと周辺のお客さんたちが手を振って、この SL パレオエクスプレス号をお見送りしています。 SL パレオエクスプレス号は途中、お花畑、秩父、水野、長瀞、寄居、竹川、熊谷と終点熊谷まで2時間かけながら走行していきます。では楽しい楽しい SL の鉄道旅、始まりです。5分ほど走行しますと、もうこのように車内にすすが大量に入り込んできます。それでこのすすがね、目に入るととてもなんか痛いんですよね。改札入場の際にもらえる SL パレオエクスプレス号の旗を窓から外に出してみました。なんか何とも言えないですね。 SL の楽しい楽しい魅力というのは、窓から少しだけ顔を出して周辺の車窓を楽しめるということですよね。普段味わえない楽しさというものがあります。現在秩父鉄道武州日野駅を通過中です。窓から多少顔を出して車窓を楽しむ、駅を通過するというのもとても楽しいものです。また武州日野駅周辺ではこのように赤い鳥居が何本も並んでいる光景が見ることができました。ただいま武州中川駅を通過しています。武州中川駅の駅員さんが手を振って見送りしていましたね。カーブに差し掛かると、このように客車を牽引している蒸気機関車の姿を見ることができます。自分初めてこのような体験をしたので、とてもいい経験になりました。とても面白かったです。空を見上げてみますと、このように SL の黒煙がもくもくと広がっています。川を渡っています。列車の窓を開けながら川を渡るというのはとてもスリルがあります。目の前に映っているのは秩父のシンボルである武甲山です。右のところ少し段々となっていることがわかると思います。武甲山では石灰が取れるということですので、あそこの段々のところで石灰を取っているということになっています。あのように段々のようになっているということから、埼玉のピラミッドとも呼ばれているそうです。影森駅を発車していきます。向かい側には急行秩父地号の回送車が停車しています。ただいま西武鉄道の西武秩父駅付近を通過中です。西武秩父駅にいるお客さんたちもカメラを構えて、この SL パレオエクスプレス号を撮影しているということがわかるかと思います。ようやく一つ目の停車駅であるお花畑駅に到着しました。午後14時31分、お花畑駅を発車していきます。SL が発車するたびに汽笛を鳴らしてくれるというサービスがとても嬉しいですよね。ということで秩父駅までやってきました。お花畑秩父駅間は 700m しか離れていないということで、3分であっという間に着きます。
現在和道黒谷駅を通過しています。和道黒谷駅通過中はこのように山の上に和道と書かれた木の文字が見ることができます。午後2時53分に皆野駅到着しました。ここの駅では停止信号ということで2分ほど停車していきます。そんなわけで皆野駅を発車していきます。皆野駅の次はね、私が下車する長瀞駅ということで、まもなく SL パリオエクスプレス号の鉄道旅も終了となってきました。ただいま親花駅を通過しています。向かい側には普通電車の三峰口行き、たくさんの鉄道ファンがカメラを構えています。古い電車同士が行き交う、とても美しいです。秩父鉄道一の撮影スポットである親花橋梁を渡っていきます。汽笛がすごいです。ただいま長瀞駅の一つ手前の駅である上長瀞駅を通過しています。もうあと2分ほどで長瀞駅に到着します。いや、 SL パリオエクスプレスもう少し乗ってたいですね。ただいま5時30を回ったところ、長瀞駅に到着しました。長瀞駅前の踏切ではたくさんの鉄道ファンカメラを構えて撮影しています。長瀞駅に到着しましたので早速下車し、 SL パレオエクスプレス号の発車シーンを目当てに撮影していきたいと思います。長瀞駅に到着すると SL の係員さんが SL の台車を調べて点検していました。いや、お疲れ様です。こちら長瀞駅停車の様子、 SL の周りにはかなりの人が群がっています。とても人気がありますね。では間もなく発車するということなので発車シーンをご覧ください。汽笛がまた大量になります。はい、ということで秩父鉄道長瀞駅を改札口を出て駅前にやってきました。いや、 SL パリオエクスプレス号ね、予想以上に楽しかったです。この前ご紹介した東武鉄道の SL 太地号は窓が開けられなかったんですが、今回乗車した SL パリオエクスプレス号はなんと窓が開けられる車両12系車両ということでしたので、少しね顔を出して車窓を楽しんだりすることができました。
東京から一番近い蒸気機関車 SL ということですので、皆さんもぜひ機会がありましたらこの秩父鉄道の SL パリオエクスプレス号乗車してみてはいかがでしょうか。それでは今回の鉄道旅はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひ次回もよろしくお願いいたします。それではさようなら。